こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でトナカイを作っていきます。折り紙1枚で作れて、顔だけじゃなく足もついています。顔はペンで描いていて、鼻は5ミリの丸いシールを貼っています。このように紐をつけてクリスマスのオーナメントにしても可愛いと思います。また別の動画でトナカイの顔と体も紹介しているので、こちらもぜひ見てください。クリスマスの飾りにぴったりなので、ぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず裏返します。上下と左右の端を合わせて折り筋をつけます。折れたら向きを変えます。下の左右の端を中心の折り筋に合わせて折り筋をつけます。上の左右の端を今つけた折り筋に合わせて折り筋をつけます。裏返します。上の角を下の折り筋が交差している点に合わせて折り筋をつけます。裏返します。上の角をすぐ下の折り筋が交差している点に合わせて折ります。左右を閉じて折りたたみます。裏返します。上の角を下の折り筋が交差している点に合わせて折ります。裏返します。右側の下から指を入れて上へ倒します。右上から押さえて折りたたみます。
左上の斜めの端を右端に合わせて折ります。左側も同じように下から指を入れて上へ倒します。左上から押さえて折りたたみます。右上の斜めの端を1枚だけ左端に合わせて折ります。右から左へ1枚めくって折ります。右の角を中心に合わせて折ります。今折った角を右から少し出るように折り返します。左から右へ2枚めくります。左の角を中心に合わせて折ります。今折った角を左から少し出るように折り返します。右から左へ1枚めくります。左右の端を中心に合わせて折ります。真ん中の切れ目を左右の斜めの線で折ります。今折った下の端を内側の斜めの端に合わせて折ります。折り筋に沿って中割り折りします。まず右から開いて左右の外側の折り筋を谷折りで折ります。折れたら一旦少し開いて隣の斜めの折り筋を山折りで折ります。右側も同じように折ります。
真ん中の角を少し裏側へ折ります。下の左右の角で上へ折ります。左右の下の端を中心の折り筋に合わせて折ります。裏返します。下の角を上の表と裏の境目より少し上に来るように折ります。だいたいこれくらいです。裏返します。下の端を顎の部分の上に少し乗るように折ります。これを顎の裏に入れます。裏返します。下の左右の角を下の中心から少し上に合わせて折ります。このようにこの部分を中だけ折ります。裏返して目と口をペンで描いて、鼻は5ミリの丸いシールを貼ります。もちろん鼻もペンで描いてもいいと思います。オーナメントにする場合は紐をつけます。裏返して真ん中から開いて、この中にマスキングテープで紐を貼ります。これでトナカイの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。